かったら。出資ご苦労。世を乱す高金どもをここで一掃する。お前たちも存分に働くのだ。義勇軍は官軍の補佐に回ってもらう。ここで功を挙げ取り上げてもらおうなどと思うな。お前たちにはお前たちの部というものがある。それをわきまえ行動せ。なんだ、大層な盾札で人を集めておいて功をあげるなだと。我らに功をあげられては官軍の面目がなくなる。それを恐れているのであろう。面目？そのようなものに縛られていてはいつまでも国は良くならぬ。大切なのは今目の前の人々を救いたいという志のはずだ。そうだぜ、その一だ兄者。あいつらの言うことなんざへでもねえ。うん、我ら兄弟の武にて官軍以上の戦果を上げましょうぞ。よし、行くぞ。黄金の脅威を除き民の安寧を取り戻すのだ。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ありがとうございます。世を乱し人心を惑わす者を放っておけん。黄金刀の領袖張角を討つのだ。天より授かりし奇跡、な、急に兵士が現れたぞ。どうなってるんだ。よし、成功したな。おお、兄者、やりましたな。
ら持ってるものを全部よこせ。出さないなら無理やり奪い取ってやる。誰か助けてくれ。血を譲ってやら。のおかげだな。助けていただきありがとうございます。このご恩は忘れません。
今さらあがこうとも無駄よ。行け、蒼天の獣を打ち果たすのだ。くっ、いつまで持ちこたえられるか。援軍が来てくれれば活路も開けようが。あの要所を抑えた方が勝ちそうじゃの。急行せい。街中に誰か助けてくれ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。
なとこは潰しちまうか。お前らついてこい。なんだお前ら。この再起はな、例の兵とは全く関係ねえぞ。うつなるのみ。我が大佐、目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。することが戦のコツよ。やっちまった。行の再起は無事なのか。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。おお、援助ありましたな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。足場を崩し、戦意を損。足場を崩し、戦意を損。ああ、ありがてえ。俺たち見捨てられてなかったんだな。この勝利、皆のおかげだな。
からめ許さんぞ。虫けらの分際で図に乗るよって。すでにお前は我が主中、私の罠に翻弄されるがよい。ではない。私が防御に当たるとしよう。ここで守るぞ。アホが向こうから突っ込んできよるわ。我が大将、果たして見せる。あの地を奪ってしまえ。すべてわしのものにするんじゃ。あの地を奪ってしまえ。私の命運はここまでか。兄上に天の過去があらんことは。好き勝手に暴れおって、わしの計画が台無しではないか。この勝利、皆のおかげだな。大したもんだぜ、兄者。
砕く輩など敵ではないわ。見よ、聴覚様より授かった完璧な布陣を。こちらに向かってきたか。正面から攻め寄せると愚かな。ほう、なかなか見事な陣を敷く。だが民のすることはどこかにほころびがあろう。守りを固めよ。わしが生き延びればどうとでもなる。守りを固めよ。わしが生き延びればどうとでもなる。背中を見せることは許さん。この地を死するのだ。ここで敵を。よし、守りを固めろ。奴らは近づけさせん。敵をとどめねばならん。たとえ全死になろうともな。ここで敵をとどめねばならん。たとえ全死になろうともな。全死は無い。ここで負けてしまうとは。聴覚様、お役に立てず申し訳ありません。この勝利、皆のおかげだな。敵の陣を突破できたか。援軍の働きに感謝せねばならんな。を知らぬらしい。みな、あやつらを打ち果たすのだ。それは孫権殿の軍勢か。先方が出過ぎているようだな。力を貸せ。ここで防御体勢を取るのだ。屈辱は聴覚様が晴らしてくださる。覚悟しておくんだな。
この勝利、皆のおかげだな。大したもんだぜ、兄者。降伏するのだ。貴様らは民を惑わせ世を乱しただけよ。降伏など誰がするものか。天の奇跡を信じ戦い抜くまで。これが天、そして人工将軍の力。本物がどれか見極めてみよう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。我が大帥、果たしてみせる。私は偽物だ。残念だったな。貴様ごときに本物が見抜けるはずがないわ。敵将、討ち取ったり。おお、何じゃ。ありましたな。大したもんだぜ、何じゃ。敵将、
ち取ったり。大したもんだぜ。何じゃ。果たしてみせる。まさか見破られてしまうとは。兄上、どうか我らの志を。この戦線を突破できたか。よし、この勢いのまま進軍するぞ。この勝利、皆のおかげだな。おお、兄者、やりましたな。詰められるとは、黄金刀の力見誤ったか。官運など口ほどにもない。このまま押し潰してやる。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。あの地を抑えるぞ。なんという強さ。ここは引く。ここは引くしかない。皇天の世が遠ざかってしまう。
九死に一生を得るとはこのこと。本当にいいところに助けが来た。この勝利、皆のおかげだな。おお、頑張ってんだ。その調子で行けよ。思っていたより敵の数が多い。こりゃ簡単には勝てそうもねえな。方針殿、言葉を慎まれよ。兵に聞こえては士気に関わります。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。窮地を脱することができた。救援感謝する。乱の迅速な平定のため貴殿らに協力しよう。この勝利、皆のおかげだな。お見事、見せつけてくれますな。
Thank you.
へぇ、中央に。マップは遠くて、そこにワープできない。こちらもこれ、ずっとね。あ、こんばんは。あ、やりますよ。これ多分あもうちょっとで終わると思うんで、あと一つぐらいなんか任務やって、多分ボス戦みたいな感じになるのかな。まあこんばんは。本当に多分なら、ただこれ移動のやつと完璧にわかんないせいで、なんか移動が長いなっていうか。そうですね。三国志のなんか無双シリーズのアクションのちょうど8はなんかやれる、あ、プレステの中のエクストラサービスっていうのでなんか入ってたから、なんだこれ、待て、敵なのこれ、敵なのこれ、やべえじゃん、全然強い、オフィスたちが一番強いじゃねえかよ。多分ボスこの任務ごとの仕切ってる人を倒せば三つあるんだけど、終わったらやりましょうよ。今移動したのがどこにはなんないかな。4キロぐらい行くの全然なんだけど、はいはい、お願いします。僕もちょっと多分これやってすると全部の任務がクリアになるから、そしてボス戦みたいな感じなんじゃないか、うん、で一生終わりって感じ。トランスで出てくるので何か使えるんで、これで一生5分ぐらいですよ。おいしょ、ごめんなさい、ちょっと全部やめて、誰の生み出した兵が消えただと、さては再起を壊されたか。よし、成功したな。へえ、大したもんだぜ兄者。
すでに死す。王天まさに立つべし。モンクども、天の奇跡を見よ。変な力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。雷の力を我に与えよ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。風の力を我に与えよ。敵の痛いところをついておくか。天魚、猛然たる氷の力を我に与えよ。敵の狙いはこの地と見た。あなたも守備を固めよう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。聴覚様の邪魔はさせに。俺たちの救いは皇帝の世にあるんじゃ。力を授けたまえ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。よし、ここで防御体制を取るのだ。うつなのに。が破壊されるとは。これでは全力を出せん。
が破壊されるとは。これでは全力を出せん。すでに死す。御殿まさに立つべし。ゴングども、天の奇跡を見よ。えい、天の力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を撃つのだ。この腕でがっちり守ってみせるぜ。狙いは定まった。天が聖烈なる雷の力を我に与えよ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。足場を崩し、戦意を損。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。地を制することが戦のコツよ。聴覚様の邪魔はさせねえ。俺たちの救いは皇天の世にあるんだ。やっ、おお、天によ、我に力を授けたまえ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。も相当の手だれか。油断できぬ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。敵を知れ。油断すんじゃねえぞ。厳しき戦いとなる。決一筋ほどの油断もならぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。
敵の要所を叩く。力が失われてゆく。またも再起を壊されたか。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。再起が全て破壊されるとは。我が力の源が。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。取るのだ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。我が大将、果たしてみて。獣め、ご主が苦しむよ。天はお許しにならぬぞ。敵将、討ち取ったり。黄金刀を率いる聴覚は倒した。官室に逆らおうなどとするからだ。なんだ、ここは官軍の陣だ。義勇軍のお前たちが入ってよいところではないぞ。報告に参りました。天候将軍聴覚を打ち果たし、黄金軍をこの地より退けました。何をバカなことを。お前たちのような義勇軍に黄金の親玉が打ち取れるはずなど。偽りではござらん。我ら龍玄徳の軍が聴覚を打ち果たし申した。嘘だって言うなら前線の奴らに聞いてみるんだな。龍玄徳の軍だと聞いたことのない名だな。
お前たちの功については確認し追って沙汰する。それまでは中山国暗記圏の意図して任につけ。劉玄徳と言ったか。貴様、恐れ多くも帝の血縁を名乗っているそうだな。どこぞの馬の骨とも知れぬ輩が不敬甚だしい。黄金討伐の功もでっち上げでやろう。てめえ、よせよくとく。管理殿、貴殿の言はあまりに道理に合わぬ。率直に申され、何が望みか。貴様は多少は世の仕組みを心得ているようだな。側労へのねぎらい、父兄への贖罪、先ほどの非礼への詫び、それらに対して誠意を見せろということだ。賄賂をよこせと。役人たる私たちにもたらされる益は、すべて民が困窮の中から納めてくれた税による。我が身かわいさにその血税を差し出すことなどできぬ。我らは民が安寧になると信じ黄金を鎮圧した。ところが世は何も変わってはおらぬ。苦しめる者が役人に変わっただけだ。ならば再び立てばよいではありませんか。兄者の志尽きたわけではありますまい。黄金で足りねえな、今度は役人どもをぶっ飛ばしゃいいんだ。俺らはどこへでもついていくぜ。ありがとう、二人とも。我らの志なるまで三人で戦い続けよう。燃焼でしょ。セーブじゃない。いや、いいんだったらもうセーブ。官軍や義勇軍の活躍により、太平道の教祖張覚は倒れた。オートセーブじゃないよね。彼だから言ってるけど。ここに黄金の乱は一応の収束を見る。だが、世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では
十条寺ら勘案と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。